これ石田今日フルス戦本当にあと少しでしたね。0対0で前半を終えました新潟。この守備から奪ってキーボール隅に流し込んだなと思います。先制新潟、本当にこう相手したところこぼれ球、フルス戦の杉田足を振っていきました。だが5連戦勝利で締めくくりました。